皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて、10代から60代までの1万人に調査した結果をまとめました。今回実施したアンケートは、最初は嫌いだったけど、好感度が上がった女優昔より、好きになった女優は誰？という内容です。では、早速見ていきましょう。40位は、松雪泰子。みんなの意見はこちら。白鳥玲子でございますでは、強烈なキャラクターで可愛くもないし綺麗でもないし、バブル時代、と思っていましたが、笑っていいとも、のテレフォンショッピングに出演したところた、自然体の笑顔、男前の性格が好きになりました。39位は、上野樹里。みんなの意見はこちら。明るい雰囲気のはつらつとした若い女優というイメージだったが、あるドラマで、性に悩む役を演じているのを見て、すごく演技の幅が、広い人なのだと知った。それからは、好きな女優の一人になった。38位は、森七菜。みんなの意見はこちら。最初に見た時は、子供っぽいなという感覚でしたが、年を重ねるにつれて、大人っぽい印象を与える場面が増えてきたからです。最近は、テレビの露出が増えてきており、どんどん好きになってきてきました。37位は、水川あさみ。みんなの意見はこちら。声やビジュアルなどが、好みではなく、苦手意識があったのですが、ちょっと嫌味のある役柄が似合っていて、演技力が高い人だなと思い、好きになりました。現在放送中の、笑うマトリョーシカの演技も、素晴らしいと思います。36位は、菅野美穂。みんなの意見はこちら。若い時には、もっとツンケンしていたと思います。しかし、母となり、バラエティにも時々出ていて、この人の元の面白さというものが、だんだんと分かってきたので、好きになりました。35位は、ぬくみめるめるる。みんなの意見はこちら。おバカキャラの女性タレントとして、テレビに出ていたはずなのに、いつの間にか女優で、しかも主演女優級にシフトチェンジしていたから、ただのおバカかと思っていたら、バラエティでもドラマでも頭が切れて賢いと思う。34位は、石田ゆり子。みんなの意見はこちら。年を重ねて、とにかく魅力的になった。いつまでも若いとは言われているが、ちゃんと年を重ねているのもしっかりわかるし、とにかく、綺麗な容姿を維持しているのは、驚かされています。33位は、川栄李奈。みんなの意見はこちら。信用できる女優で、元アイドルだったと、頭をよぎらずに済む演技力がある。だから、おめでた発覚の時、そのまま引退だったら、どうしようと思ったくらい。だから、産休明けで戻ってきてくれて嬉しかった。32位は多部未華子。みんなの意見はこちら。昔は、そんなに可愛くないなぁと思っていたが、どんどん綺麗になっていって、素敵だなと思う。自分もそんな良い年の重ね方をしていきたい。20が可愛いという時代に、自分の好きな綺麗な基準を持っていいんだと思えた。31位は仲里依紗。みんなの意見はこちら。すごく美人なわけでもなく、主役ってわけでもなく好きではなかったが、ここ数年自分をさらけ出しありのままを、YouTube で見せてくれるようになったことで、すごく素敵で好きになった。あんな生き方をしたいと憧れる。いろいろな役をこなせる方だと思います。30位は春。みんなの意見はこちら。最初は、あのほくろが気になり、あまり好みではなかったが、見慣れると、特に気にならなくなり、演技も申し分なく、また、配役も好ましい役の作品を見たこともあり、今では、結構好きな女優のうちの一人。29位はノン能年玲奈。みんなの意見はこちら。ノンさんは、朝ドラで人気と知名度が、一般的に広かった。その後、事務所と揉めてフリーとなった。能年玲奈という本名で、芸能活動からノンとして改名した。テレビ露出が減った。昔は、特に意識していませんでした。でも、フリーになって、いろいろな CM などでも見かけるようになって、可愛いし、はつらつとした部分があって、素敵だな、と思うようになりました。見える面が作品によって、かなり変わるところも、素敵だなと思います。28位は、芦田愛菜。みんなの意見はこちら。子役時代は、番宣等でテレビに出ている時の話し方や、仕草などが、すべて嘘くさく見えて、怖いなとすら思っていたけど、年齢が上がっていくにつれて、むしろ自然体でとてもいい雰囲気のある素敵な女性になっているなと感じた。子役時代はよく、鈴木福さんと共演していた。視聴者の好感を得る女優なので、お金を払っても、演技をもっと見たいです。子役から大人になる成長過程を見ているのが、楽しい。27位は綾瀬はるか。みんなの意見はこちら。もともと顔があまり好きではなかったし、あまり目立たない人だなと思っていました。しかし、だんだん中身を知っていき、性格で好きになりました。愛嬌いっぱいで、性格が良さそうな感じで、
好感度高く応援したくなります。昔はわざと天然を作ってるように見えて本当に嫌いだったけど、年を取った今、まだ結婚しないで、記者の質問に、自分は不器用とか、色恋の噂がなくてすいませんと、笑って答えている姿は、好感持てる。26位は、足立由美。みんなの意見はこちら。もっと若い頃は、ギスギスした感じがして、好感が持てなかったのですが、年齢を重ねるうちに、偉そうな言い方をすれば深みが出て落ち着かれたとでも言うのでしょうか。今の彼女は、とても素敵に見えます。子役時代からテレビで拝見してきて、可愛くない子役と思っていました。まず、生意気に見えること、可愛げがないとか、話し方、声ともに可愛くないと思っていましたが、足立由美さんは、こういうはっきりした物言いの人なんだと分かってきたから、嫌いではなくなりました。25位は、広瀬アリス。みんなの意見はこちら。最初は、妹さんの方が売れてて、アリスさんが有名になった時には、妹のおかげでテレビ出てると、勝手に思っていましたが、アリスさんの出演しているドラマや、バラエティ番組を見て、アリスさんの明るい性格が、とても好きになりました。はじめは面白いキャラだと、あんまり知らず、姉妹で可愛い子たちがいるなぁぐらいだったけど、SNS などの素の姿が、とてもおもろしく毒舌キャラも可愛くて、好きになりました。24位は、今田美桜。みんなの意見はこちら。とても可愛らしくて、アイドルタレントさんだと思っていましたが、意外にも演技がうまく、また演技の振り幅が広く、いろいろな役を演じてらっしゃって、今後に期待できるから、演技も上手であるのと、今田美桜さんの一番好きなところは、歌です。今田美桜さんが、少し歌を歌う CM がありますが、歌が上手いというわけでも、音痴というわけでもない歌唱力ですが、その姿が可愛らしくて応援したくなるので、とても好きです。23位は篠原涼子。みんなの意見はこちら。自由に生きてる。って、生き方が好き。離婚しても、元旦那さんとの関係性とかすごい。女性としての魅力がすごい。年齢を重ねても綺麗で包容力がある。演技も上手くて、いろんな役を演じてきた実績が素晴らしい。22位は、松下由紀。みんなの意見はこちら。素人っぽく、特に綺麗でもないのに、いかにもいい人という感じで、あまり好きではありませんでした。しかし、いろいろな番組でお顔を見るたびに、自然体で素敵な女優さん、演技力が素晴らしい人と思うようになりました。振り返れば、奴がいるというドラマに出演していた頃は、20代前半にもかかわらず、眉毛が濃くて、それほど可愛いとは思いませんでした。しばらくして、ドラマやバラエティでよく見るようになってから、笑顔とショートヘアが素敵で魅力を感じるようになりました。21位は深田恭子。みんなの意見はこちら。デビューして間もない頃は、顔立ちがきつく性格が悪そうで、ドラマを見ていても、好きになれませんでした。しかし、年齢を重ねるごとに、顔つきが穏やかになり、ヤッターマンで、ドロンジョ役をやったりして、女優としての芝居の上手さや、明るさを感じて好きになりました。昔はどちらかというと、ぽっちゃりしていて、綺麗だとは思っていませんでしたが、ある時から、健康的に体が細くなって、すごく綺麗になられたので、だんだん好きになりました。20位は沢口靖子。みんなの意見はこちら。以前は、綺麗な外見を引き立てるような役柄ばかりやっていると思っていましたが、長寿シリーズとなった作品を見ているうちに、長く続けていくことに対する、真摯な姿勢を感じました。また、その作品の番組宣伝などでの気取らない様子も、とても好印象でした。綺麗すぎ親近感がないことと、様々な黒い噂を読んだことがあり、ドラマを見ても好きになれなかったが、長寿ドラマに出演し続けており、いつまでも透明感のある声と雰囲気に癒されてきている。19位は長澤まさみ。みんなの意見はこちら。10代や20代の頃は、年齢の割に少し老けた印象がしていて、可愛いと言われているのが理解できなかったし、喋り方も、舌足らずな感じで苦手だったのですが、最近は、見た目が年齢に追いついた感じがして、すごく美人だなと思うし、シリアスな役からコミカルな役まで幅広く演じられていて、ここ最近一番好きな女優です。初期ドラマはアイドル女優になるのかよくわからなくて、かなりドラマを見ているだけに滑舌も悪いし、棒読みが目立って見たくなかった。ラストフレンズあたり。でも、大河真田丸では、もう実力のある女優になっていて、それ以降の作品を見てきたが、いつの間に?と思うほどコメディーもシリアスも、ミュージカルもこなせる女優になっていて、今では好きになりました。18位は二階堂ふみ。みんなの意見はこちら。ぶりっ子みたいなキャラクターが受け入れがたいと思ったのですが、最近は振り切ったキャラクターも演じているのがすごいなと思い、尊敬するようになりました。可愛い方だと見てましたし、
飛んで埼玉の中でユニークな役柄もこなして器用な女優さんだと思っていましたが、この春にハリウッドドラマ将軍を見てイメージが変わりました。落ち葉の方の演技はとても素晴らしかったです。まだお若いのに存在感が半端ない。海外の方々からも目力がすごいと評価されてました。演技力のある女優さんです。17位は北川景子。みんなの意見はこちら。落ち着いていて大人な印象を受け、大人になっても大人になれないと思いますが、しっかり大人になっているなと思うので目標にしています。学生の時に購入していた雑誌の好きなモデルさんが女優としてデビューした時は衝撃的でした。容姿も役柄のポジションも憧れでした。16位は満島ひかり。みんなの意見はこちら。バラエティなどで見ていくうちに自分ではできそうにない努力や考え方をしていることが分かり、好印象に変わっていった。最初はこの人って作り笑いって思うくらいガハガハ大きい口を開けて笑っている印象でしたが、最近はすごく表情も笑顔も素敵で、すごく好きな女優さんの一人になりました。15位は木南晴香。みんなの意見はこちら。見た目が地味で、女優さんの中では目立つほどの美人ではなく、以前出ていた役は暗くて嫌な役でしたので、あまり好きではありませんでした。しかし、その後、自然体の演技や、東の奥さんであるということ、ファン好きということで、どんどん好感度が増しました。極み付けはドラマセクシー田中さんの演技です。まさにハマり役で最高に面白かったです。大好きになりました。パッとしないし可愛いわけでもないのに、なんでテレビに出れるんだろうとか思っていたのですが、最近のセクシー田中さんやオイハンサムなどでの演技がとても自然で、どんな役柄にでも溶け込んでいて、木南晴香だということを忘れてちゃんとそのキャラクターとして見れるので、最近になって彼女の良さが分かってきました。14位は伊藤沙莉。みんなの意見はこちら。はじめはあまり綺麗でもないのに、やたらチヤホヤされていて、どうしてだろうと不思議に思っていましたが、いろいろなドラマなどで演技を見たり、インタビュー等で仕事に対する姿勢を語っている場面を見て、好感が持てるようになりました。いわゆる美人女優という感じではなく、名前も覚えにくいと思っていたので、あまり好きではなかったが、まず独特なハスキーボイスを好きになり、見た目も可愛らしく感じるようになった。あの声がどうも受け付けないと思っていたが、これも慣れるとそう気にならなくなり、そこが気にならなければキャラクター自体はむしろ好きだなということに気づき、今では応援している。13位は松本まりか。みんなの意見はこちら。すごいぶりっ子のタレントさんというイメージが強かったのですが、いざ演技を見てみるとすごく引き込まれるような演技をしていたことにギャップを受けたのがきっかけでした。すごく一生懸命な方だと演技を見て思います。一生懸命が認められ、今の悪女ポジションをゲットされたのだと思います。ただ周りも悪女ばかり演じさせるのもどうかな、もう少し違う役のオファーもすべきかな。数年前バラエティによく出ている時に初めて知り、話し方や仕草が可愛く見せようとわざとらしく感じて、あまり良いイメージを持たなかった。しかし最近主役のドラマを見て演技力がすごいあるので、思わずドラマに引きずり込まれてしまい、それからは女優さんとして好きになった。12位は泉里香。みんなの意見はこちら。実写版の美少女戦士セーラームーンに昔出演されていて、当時は嫌いというわけではなく特に印象に残らなかったのですが、大人になってからとても綺麗になっていて整形したとか言われていますが、自分は気にしていません。2023年にカレンダーのイベントでお会いした時に、本当に綺麗で一気に好きになったからです。最初は色気だけの売り方なのかなと思っていたが、真剣にドラマで演じている姿を見て惹かれました。これからももっと頑張ってほしいです。数少ない色気もありつつ、脇役をしっかりできる女優さんだと思います。もっとこれから活躍できる場が増えることを楽しみに見守っています。11位は中村アン。みんなの意見はこちら。透明感があり可愛らしく、顔がとにかく整っている。それだけでなく演技力があるけど気取らないなど、感じの良さも抜群。前はそう好きでもなかったのですが、現在やっている刑事ドラマの主人公をしていて、昔はバラエティによく出ていて陽気なイメージだったのが、少しシリアスな演技が良くて好印象になりました。コンバズってる人 NO1 です。顔が強くて見た目はクールビューティー系なのに、意外と天然で可愛いところが好きです。
10位は七尾、みんなの意見はこちら。認知のきっかけが TM 西川とのスクープからだったので売名かなとあまり印象が良くなかったけど、その後女優としての演技も上手くてバラエティ番組でも気取らず張り切りすぎずでちゃんと実力のある方なんだなと思った。昔はそんなに可愛いと思わないのになぜこんなチヤホヤされてるんだろうと思ったけど、女優業が多くなってから演技がまあまあ芸能人らしくなったなと思った。楽場面とか演技がうまく、人に媚びないさっぱりとした性格が大好き。高身長で素敵なシルエット、自立した大人な女性で憧れている。おもながな顔で綺麗なのが、自分もおもながなので憧れます。努力も怠らずに言っているので、身長は努力で賄えないにしても、それ以外の部分は尊敬して真似していきたいなと思います。9位は石原さとみ、みんなの意見はこちら。ちょっとゴリ押ししているくらい、いろいろな作品に出ていて、きついなと思っていました。でも、石原さとみさんにしかできない作品も多かったなと思います。今はあまりドラマなどで見ることが少なくなって、残念に思います。田中みな実同様、出てきたばかりの頃は、媚びているイメージがあった。また、単純に顔が好みではなかった。映画の試写会に行った際に直接見て、とても綺麗だったことと、ストイックな姿勢に好印象になっていった。以前から知ってはいたのですが、綺麗な女優さんだな、という程度でした。ドラマ高悦ガールで、おしゃれな石原さとみさんを見て、どんなコーディネートも似合っていて、ほとんど自分でメイクもされていると聞き、努力家なところと、おしゃれセンスに驚き好きになりました。ドラマ失恋ショコラティエでの可愛らしく、女性らしい姿に同性ながらとても惹かれました。こんな女性になりたいと、服などを真似してみたりと、今でも応援している女優さんです。8位は、川口春奈、みんなの意見はこちら。以前は、ツンとしていて、若干プライドの高そうな女優さんというイメージでしたが、バラエティ番組で気取らず、思いっきりお仕事をされている姿を見たり、ご自身の YouTube で、普段の様子などを撮影している様子を見て、とても親近感を感じられる女優さんという印象を持つようになりました。可愛いだけかと思っていたら、人間性も演技力も素晴らしかった。今では応援しています。可愛くて、少し低音ボイスで落ち着きがある。最近では、バラエティにも出て、意外にも面白い一面があるところに、魅力を感じる。透明感がある。スタイルがいい。難しい役もそつなくこなす。化粧映えする顔で、モデルもでき、ファッションセンスがいい。7位は、内田有紀、みんなの意見はこちら。努力のお手本のような方で、諦めないことの体現だと思います。デビュー当時から相当、努力を継続したことが伺えたので、理想の女優です。顔が綺麗で見ていて、目の保養になります。綺麗なだけの役だけではなく、シリアスな役柄も演じられるから、とても好きです。年を経て、さらに魅力的になっていて、びっくりしました。大人の落ち着きと顔立ちが合ってきたんでしょうか。とっても素敵で見とれてしまいます。若い時は、ショートヘアでボーイッシュで活発なイメージもあり、可愛い女性でした。現在は、年齢を重ねても、いつまでも綺麗で、若々しくて魅力的な女性です。6位は、小芝風花、みんなの意見はこちら。最初はどこにでもいるような役者さんだと思って、気に求めていなかったが、最近の活躍がやばい、というか、演技力がやばい、すごい女優さんです。本当に演技力でのし上がってきた女優さんだと思う。もっと活躍してほしい。美人だし、変に気取っていないところが好きです。役者としても、コミカルなものから、シリアスなものまで、違和感なくこなしていて、素晴らしい女優だと思います。演技が上手くて、性格も男勝りなところがあって、さっぱりしていてめめしくなくて好印象。顔とミスマッチな性格が、キャップがあって面白いから、演技も上手ですし、バラエティに出る時の姿も、周りから愛されているのが伝わってきて、性格もいい人なんだろうなと思うからです。5位は安藤サクラ、みんなの意見はこちら。昔はなんだか女優にしては映えないな、パッとしないなと思っていました。特に外見が、しかし、演技を見るとすごく上手いし、良い作品に出ているので、この女優さんいいな、好きだなと思うようになりました。昔は垢抜けないイメージと、女優さんとして、可愛い格好いいを求めすぎていて、彼女の魅力に気がつかずにいたけれど、自分が歳をとって、だんだんと演技の面で、女優さんを見るようになり、好きになった、花がないと思っていたけれど、とにかく演技が上手ということに気がついた。主役もできて、素晴らしい演技力を持った女優さんだと思います。この人の映画、ドラマは話にのめり込んで見られる。自然な演技で見ていても、感情移入しやすい、ナチュラルなので、どんな役をしても、違和感がなく、実力派だと思う。
演技ということを忘れてしまうくらい自然体に見えて、出演していると作品に引き込まれる。いい人の役も悪役もできる。演技がとても上手い、すごい女優さんなのになぜか親近感が湧く。声が好み。 CM などで笑顔を見るとホッとする。4位は小池栄子。みんなの意見はこちら。当初はゴリ押しで出てきたような感じがしてあまり好かなかったのですが、いろんな役を熱心にこなしていく姿を見て考え方が変わりました。ひたむきな姿勢が魅力の良い女性だと感じます。バラエティタレントだった頃、デビュー当初は品がない感じの印象を受けており好きじゃありませんでしたが、現在はとても味のある良い女優さんになったようで、バラエティ出演時の受け答えもしっかりしているので好きです。昔は巨乳のグラビア女優のイメージでしたが、番組でとてもサバサバしてはっきり意見を言うかっこいい女性だということを知り、ドラマでもそういった役が増えている印象で好印象に変わりました。小池栄子さんが出演しているとちょっと見てみようかなという気持ちになります。派手な見た目だけど地味な役もこなせるし、演技力がすごくある女優さんだと思います。目が怖い、それにすごく引き込まれる。頭が良くて面白いし演技もうまい。もっと悪役の演技が見たい。ドロドロのドラマに出演希望。とにかく画面に映った時の圧倒的な説得力は特筆すべき点だと思います。演技力も圧倒されますが、言葉の強さや頼れる存在感など様々な魅力に溢れており、特にシリアスな場面においては表現力や説得力が抜きんでた方です。3位は田中みな実。みんなの意見はこちら。もともとは TBS の女子アナウンサーだったので女優というよりはぶりっ子のタレントというようなイメージしかなかったが、とある番組で徹底した美意識の高さと女優としても申し分ない演技力を見せつけられたこと、あとはスタイル抜群。はじめはぶりっ子キャラが鼻につく感じでしたが、幅広く活躍の場を広げていく彼女を見ているうちに見方が変わってきました。やはり努力なく今の地位はないと思うので、ぶりっ子キャラのアナウンサーだったのに急に女優にシフトチェンジしたのに頭がついていけず、演じていても田中みな実感があったから今は立派な女優さんでキーパーソンになることも多く好きです。昔はぶりっ子キャラでテレビ局が好んで選ぶ高学歴で顔がいいアナウンサーという印象でしたが、すごくストイックな方で男性らしい一面もあることを知り印象が変わりました。ドラマにもたくさん出られてマルチタレントで、最近のディスティニーのドラマの役も良かったです。以前はアナウンサーなのにすごくぶりっ子で男の人にこびる感じがとても苦手でした。アナウンサーなのにという印象が強かったです。だけど今は確固とした自分があり、女優にも挑戦していく感じが好きで、意外と結婚も遅くて男におんぶに抱っこじゃない感じが印象良くなりました。ただのあざとい女性というイメージで他の女性を下げて自分をアピールするし、男性を軽視しているような感じもあり、あまり良い印象はありませんでした。しかし女優としての演技は素晴らしいなと思うようになり、バラエティ番組等でも仕事に対する誠実で真剣な姿勢を見て、あざとさは以前と変わっていない印象ですが、仕事に対する向き合い方は尊敬できると感じるようになりました。2位は池田エライザ。みんなの意見はこちら。最初はちょっとエッチな売り方で大丈夫なのかなと不安視していましたが、長く見ているうちに相当な実力派であることが分かっていき、今は大ファンになりました。気合が入っていて好きです。元は見た目の美しさしか感じなかったのだが、地面師の演技を見て印象が変わりました。体格の立派さもあり、日本の女優としてはアクションが似合う珍しいタイプかもしれない。チャラチャラしたイメージであまりしっかりしているようには見えなかったが、女優だけでなく監督などにも挑戦していて、いろいろなことを勉強して仕事の幅を広げているんだなというのが分かったから、演技がうまく、どんな役もできる、美人、笑顔が可愛い、非常にスタイルがいい、人を引きつける魅力がある、可愛い、美しいのはもちろん、女性らしさ、性的な魅力が溢れ出していて、たくさん見ていたいという思いになるから、私が池田エライザを好きになったきっかけは、掛け狂いです。生徒会長の桃クエ、キラリー役が本当にハマり役だと感じました。スタイルも良いですし、目鼻立ちもはっきりとしていて魅力的です。また、自分の役柄に求められている雰囲気を確実に掴んで表現できる力があると思います。茶髪で前向きなギャルって感じがするところがとても魅力的です。しかし話し方は見た目とは異なり、随分と落ち着いた雰囲気なので聞いていて落ち着くと思います。またファッションセンスが抜群な気がします。
1位は橋本環奈。みんなの意見はこちら。以前は可愛らしい見た目だけで人気があると思っていましたが、数々の作品に出演している様子を見ているうちに、外見だけではない女優としての演技が見応えがあり、引き込まれました。昔はルックスだけで仕事をしているイメージだったが、千と千尋の神隠しの舞台をやっているのをテレビで見て、女優としてしっかり頑張っているんだなというのが伝わってきたから、デビュー当時は容姿がすごい可愛くて、性格も甘えん坊で、か弱い感じの男子受けするキャラなのかと思い、怒ったカンナとか可愛こぶりっこしていて好きじゃなかったが、実際の性格は男っぽくてさっぱりしていて、主語でガハハハと豪快に笑って気取らないので一気に好感度が上がった。騒がれすぎていたし、たくさんの青春映画に起用されていたが、初めは演技も見てられなかったぐらいひどかったと思う。それがだんだん良くなっていったし、今ではちゃんと女優だと思う。はじめはただの顔だけで演技の下手な女優だと思っていたけれど、いろいろなドラマや映画で自分の殻を破ったような役を思い切ってこなしている姿を見て、だんだんと好きになっていきました。ダイエットに成功されて、さらに美人に拍車がかかっていると感じています。橋本環奈はアイドル時代の可愛さそのままに、天真爛漫な演技で魅了してくれるところが好きです。また顔に似合わず、男勝りなお酒好きというところも好感が持てます。可愛さだけじゃない、変顔やコミカルな演技もやりきるところが好き。顔だけに目が行きがちだけど、千と千尋の舞台で世界でも活躍する努力家だと思う。以上のような結果となりました。幅広い年代から意見を集めた分、意外な意見も多く寄せられていたように思います。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もコメントでお待ちしています。賛否どちらの意見でも大歓迎です。ぜひコメント欄もご覧ください。こういうアンケートもしてほしいという希望があれば、ぜひお寄せください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。